さあ今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。この時間はクリスタルパレス対ウェストハム、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、開幕に向けて準備をしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね。さあ今ゲームが始まりました。イングランドリーグ初戦、クリスタルパレス対ウェストハム。新たなシーズンということで、はい、チームも新しくなってますからね、どんな風に仕上がってきているかということも非常に楽しみですよね。そうですね。こぼれてますよ。ウェストハム、ここでファールをもらいます。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。注意に終わりました。開始早々フリーキックのチャンス。この試合初めてのセットプレーです。直接ドボッソ、直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。素晴らしいパス、縦へのボール。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあここでカウンター、大きく縦へ、左から上がっていきます。ナイファーゲーム、一気に縦へのアーチと、これはつながりません。長いボール縦へ、スペースにいいボール出たんですけどもね。また中央へ、さあ左へ預けて、ドルーズボール、縦へのボール、素早いパスで攻め上がっていきます。ふわっと裏を狙う、もう一つ前に行きたい、ボールをクリア。さあカウンターを仕掛けます。ボールがつながる、サイドを縦に走らせます。お、いい形ですよ。足元狙う、シュート、
ょっと勢いが足りませんでした。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。まだスコアレスです。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。専門しているという中で選手起用、そういった形でどうするかですよね。もう本当に変えることによってね、本当に勝負どころになる可能性ももちろんありますしね。ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。イングランドリーグ初戦、クリスタルパレス対ウェストハム、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ後半キックオフ、まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。鎌田、サイドのスペースへ走らせる、スペースを狙う、セーブ。いやー、ファインセーブでしたね。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね、これ。この場面でスーパーセーブです。このゲーム最初のコーナーキックになります。クリスタルパレス。スリア、このピンチをなんとか出します。足元ダイレクト。来た。これはどうだ。ファビアニスキー。いやー、これよく止めましたね。いやー、よく止めましたね。ファインプレーですよね。クリスタルパレス、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。緩いボール、タケット、どうしたんでしょう。さあ共に選手交代があるようです。さあクリスタルパレス、2人の選手を入れ替えます。ルーカス・パケタ、この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず。距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。今日この開幕戦はまだ0対0とスコアレスの展開が続いています。まあ初戦でスコアレスだと預けないですからね。特にこういった開幕戦は3ポイント欲しい試合ですからね。でも一番怖いのはリスクを背負って攻めに行って逆にやられてしまった時ですよね。まあそれこそ勝ち点なしのスタートになってしまいますからね。リーグ戦は長いのでそこまで無理しなくてもいいんじゃないかなと思いますけどもね。ハット、とこぼれてる、抜けてくる、スクイボールだ、直接行ってしまいました。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。ウォード、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。これはファウルではありません。ここはすぐ奪い返します。クリスタルパレス、カウンターを仕掛けます。これはファウルでしょう。この辺はね、やはり抜けるのがチャンスシーンですからね。まだ笛は鳴りません。これはつながりませんでした。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。0対0、クリスタルパレス、リーグ初戦は勝ち点1という結果に終わりました。北澤さん、
今日のゲーム振り返って何かございますか。まあ引き分けましたけど、お互いに今後の課題が見えた試合内容だったんじゃないでしょうかね。次は必ず勝ちを拾えるように調整していってほしいですね。はい、そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。イングランドリーグ初戦、お互い勝ち点1ずつ分け合うという初戦です。